かつて風船で空を飛ぼうとしたおじさんがいた。驚きの風船おじさん事件。昔、風船おじさん事件という事件がありました。そのおじさんのお名前は鈴木義和さん。伝説の人として舞台や音楽にもたびたび登場しています。一体どんな伝説を残した人なのでしょうか。風船に憧れを抱く経営者。彼は昔見た映画の影響からか、かなり風船にこだわりを持っていました。ピアノの調律師を仕事にしていましたが、44歳の時に音楽教材販売会社を起業。音楽会も多く主催し、その最後に風船を飛ばす演出をしました。彼の開く音楽イベントのフィナーレは、必ず風船を空に飛ばして締めくくられていたほどです。しかし、後に風船をつけた飛行船、ファンタジー号でアメリカに行こうとし、消息が途絶えてしまった驚くべき人物です。借金を返済する発想。仕事が軌道に乗ってくると、銀座に音楽サロンや麻雀荘、コーヒーサロン、パブレストランなど幅広く経営をしていきます。しかし音楽教材会社が経営不振になり、次々と他のお店も赤字を抱えていくようになってしまいました。トータル4億から5億円の負債を抱え、会社は倒産してしまいます。多額の借金苦に陥った鈴木さんですが、決して諦めたりせず返済の方法を考えました。その返済の発想がすごいもので、ビニール風船26個をつけた飛行船で太平洋を横断して借金を返済するというものでした。債権者たちは意味が分からず戸惑いましたが、鈴木さんの自信に満ちた言葉に期待を持ってしまったそうです。彼らはきっと新ビジネスの成功を確信していたのでしょう。鈴木さんのあまりに無謀な計画を知らずに。数々の事件。鈴木さんは経営者でしたが、破天荒な性格でよく事件を起こしていました。1989年には横浜博覧会で立てこもりです。22店舗出店していた鈴木さんは、集客が悪い状態だったのに対策を取らない博覧会に抗議をしたのです。早朝の4時、高さ30メートルの鉄塔にマスコットの着ぐるみを着てよじ登りました。7時間ほど籠城する騒ぎを起こし、レスキュー隊員によってようやく引き下ろされます。説得中、鈴木さんは着ぐるみでイヤイヤポーズをしたり、歩き回ったりしていました。1992年4月には風船で飛び立ち、民家の屋根に不時着する事故を起こしています。警察官の制止を聞かずヘリウム風船で飛び立ったのですが、砂袋が外れて急上昇。不時着した民家は瓦が壊れ、テレビのアンテナが曲がる被害を受けました。謝罪だけで弁償はなく、次はハワイを目指したいと言っていました。お騒がせな鈴木さんですが、とうとう大事件に発展してしまいます。許可がなくても太平洋横断。民家を壊した半年後、鈴木さんはヘリウム入りの風船をつけたゴンドラ、ファンタジー号で外国へ飛び立とうとしていました。国には飛行許可がもらえなかったため、琵琶湖で試験飛行を行うことにしていました。同志社大学教授と学生7人、前日から密着していたテレビ関係者が集まって実験は行われました。実験も終盤の夕方、鈴木さんは行ってきますといきなり係留ロープを外します。どこに行くのか皆が不安がる中、制止を振り切り、なんとアメリカに向かっていきます。その後も家族へ定期的に電話がかかってきていましたが、その内容はだんだんと不穏になっていきます。高度が上がらない。風船の様子が何か変だ。海に出た。など報告していますが、最終的に心配しないでと伝えられました。とうとう携帯も不通になってしまい、
鈴木さんから海上保安庁に SOS が送られてきます。捜索機が探しに行くと、ゴンドラから手を振る笑顔の鈴木さんがいました。3時間ほど様子を見ましたが、遭難信号は取り消されており、元気な様子です。継続意思があるとして、捜査隊は帰ってしまいました。消息不明で見つからず、その後アメリカからも一切連絡はなく、海に不時着したとされています。彼は絶食の訓練もしており、飛び立った時にはスナック菓子しか携帯していませんでした。太平洋に5ヶ月間漂流した女性がいますが、彼女は1年分の食料を備蓄して旅をしていました。スナック菓子しか持っていない鈴木さんは、漂流しても生き残る可能性が低いと考えられます。様々な憶測が出ていますが、おそらく現段階でも連絡が来ないことから、死亡している可能性が非常に濃厚です。驚くべき計画？消息不明により鈴木さんの計画は実現しなかったものの、後に驚くべき事実が分かりました。鈴木さんは自分自身に多額の保険金をかけていたのです。会社が倒産した時に債権者たちに返済すると言っていた方法はこれだったのでしょうか。国は鈴木さんが死亡したものとみなしているため、これ以上追及が難しいですが、新ビジネスにトライしようとしたのか、多額の生命保険で借金を返済しようとしたのかが気になるところです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。